質問票第30条裁判所は裁判員等選任手続きに先立ち第26条第3項第28条第2項において準用する場合を含むの規定により選定された裁判員候補者が職務従事予定期間において第13条に規定するものに該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができないものでないかどうか、第15条第1項各号もしくは第2項各号または第17条各号に掲げるものに該当しないかどうか、および第16条各号に掲げるものに該当するかどうか、並びに不公平な裁判をする恐れがないかどうかの判断に必要な質問をするため質問票を用いることができる。第2項裁判員候補者は裁判員等選任手続きの期日の日前に質問票の送付を受けたときは裁判所の指定に従い当該質問票を返送しまたは持参しなければならない。第3項裁判員候補者は質問票に虚偽の記載をしてはならない。第4項全3項及び次条第2項に定めるもののほか質問票の記載事項その他の質問票に関し必要な事項は最高裁判所規則で定める。裁判員候補者に関する情報の開示第31条裁判長第2条第3項の決定があった場合は裁判官第39条を除き以下この説において同じは裁判員等選任手続きの期日の2日前までに呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければならない。第2項裁判長は裁判員等選任手続きの期日の日に裁判員等選任手続きに先立ち裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。裁判員等選任手続きの列席者等第32条裁判員等選任手続きは裁判官及び裁判所書記官が列席しかつ検察官及び弁護人が出席して行うものとする。第2項裁判所は必要と認めるときは裁判員等選任手続きに被告人を出席させることができる。裁判員等選任手続きの方式第33条裁判員等選任手続きは公開しない。第2項裁判員等選任手続きの指揮は裁判長が行う。第3項裁判員等選任手続きは第34条第4項及び第36条第1項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に十分配慮してこれを行わなければならない。第4項裁判所は裁判員等選任手続きの続行のため新たな期日を定めることができる。この場合において裁判員等選任手続きの期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは呼び出し状の送達があった場合と同一の効力を有する。
被害者特定事項の取り扱い第33条の2、裁判官、検察官、被告人及び弁護人は刑事訴訟法第290条の2第1項または第3項の決定があった事件の裁判員等選任手続きにおいては、裁判員候補者に対し正当な理由がなく被害者特定事項括弧同条第1項に規定する被害者特定事項を言う以下この条において同じ括弧閉じを明らかにしてはならない。第2項裁判長は前項に規定する裁判員等選任手続きにおいて裁判員候補者に対して被害者特定事項が明らかにされた場合には当該裁判員候補者に対し当該被害者特定事項を公にしてはならない旨を告知するものとする。第3項前項の規定による告知を受けた裁判員候補者または当該裁判員候補者であった者は裁判員等選任手続きにおいて知った被害者特定事項を公にしてはならない。裁判員候補者に対する質問等第34条裁判員等選任手続きにおいて裁判長は裁判員候補者が職務従事予定期間において第13条に規定するものに該当するかどうか第14条の規定により裁判員となることができないものでないかどうか第15条第1項各号もしくは第2項各号もしくは第17条各号に掲げるものに該当しないかどうかもしくは第16条の規定により裁判員となることについて辞退の申し立てがある場合において同条各号に掲げるものに該当するかどうかまたは不公平な裁判をする恐れがないかどうかの判断をするため必要な質問をすることができる。第2項陪席の裁判官、検察官、被告人または弁護人は裁判長に対し前項の判断をするために必要と資料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。この場合において裁判長は相当と認めるときは裁判員候補者に対して当該求めにかかる質問をするものとする。第3項裁判員候補者は前2項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒みまたは虚偽の陳述をしてはならない。第4項裁判所は裁判員候補者が職務従事予定期間において第13条に規定するものに該当しないと認めたとき第14条の規定により裁判員となることができないものであると認めたときまたは第15条第1項各号もしくは第2項各号もしくは第17条各号に掲げるものに該当すると認めたときは検察官被告人もしくは弁護人の請求によりまたは職権で当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。裁判員候補者が不公平な裁判をする恐れがあると認めた時も同様とする。第5項弁護人は前項公団の場合において同項の請求をするにあたっては被告人の明示した意思に反することはできない。第6項第4項の請求を却下する決定には理由を付さなければならない。第7項
裁判所は第16条の規定により裁判員となることについて、辞退の申し立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において道場を各号に掲げるものに該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。異議の申し立て第35条、前条第4項の請求を却下する決定に対しては、対象事件が継続する地方裁判所に異議の申し立てをすることができる。第2項前項の異議の申し立ては、当該裁判員候補者について第37条第1項または第2項の規定により、裁判員または補充裁判員に選任する決定がされるまでに、現裁判所に対し申し立て書を差し出し、または裁判員等選任手続きにおいて口頭で申し立ての趣旨及び理由を明らかにすることにより、しなければならない。第3項第1項の異議の申し立てを受けた地方裁判所は合議体で決定をしなければならない。第4項第1項の異議の申し立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を順用する。この場合において同法第423条第2項中、受け取った日から3日とあるのは、受け取りまたは口頭による申し立てがあった時から24時間と読み替えるものとする。理由を示さない不選任の請求第36条、検察官及び被告人は裁判員候補者についてそれぞれ4人第2条第3項の決定があった場合は3人を限度として、理由を示さずに不選任の決定の請求以下理由を示さない不選任の請求というをすることができる。第2項前項の規定にかかわらず補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる因数は、それぞれ同項の因数にその選任すべき補充裁判員の因数が1人または2人の時は1人、3人または4人の時は2人、5人または6人の時は3人を加えた因数とする。第3項理由を示さない不選任の請求があった時は、裁判所は当該理由を示さない不選任の請求にかかる裁判員候補者について不選任の決定をする。第4項刑事訴訟法第21条第2項の規定は、理由を示さない不選任の請求について順用する。選任決定第37条、裁判所は くじその他の作為が加わらない方法として裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続きの期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかった者から、第2条第2項に規定する因数当該裁判員候補者の因数がこれに満たないときは、その因数の裁判員を選任する決定をしなければならない。第2項裁判所は補充裁判員を置くときは、前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の
不選任の決定がされなかった裁判員候補者から第26条第1項の規定により決定した員数当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときはその員数の補充裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。第3項裁判所は前2項の規定により裁判員または補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については不選任の決定をするものとする。裁判員が不足する場合の措置第38条裁判所は前条第1項の規定により選任された裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合において裁判所は合わせて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。第2項第26条括弧第1項を除く括弧閉じから前条までの規定は前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について順用する。この場合において第36条第1項中4人括弧第2条第3項の決定があった場合は3人括弧閉じとあるのは選任すべき裁判員の人数が1人または2人の時は1人3人または4人の時は2人5人または6人の時は3人と前条第1項中第2条第2項に規定する人数とあるのは選任すべき裁判員の人数と読み替えるものとする。宣誓等第39条裁判長は裁判員及び補充裁判員に対し最高裁判所規則で定めるところにより裁判員及び補充裁判員の権限、義務、その他必要な事項を説明するものとする。第2項裁判員及び補充裁判員は最高裁判所規則で定めるところにより法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。